こんにちは、つのこです。ルイージマンション 2HD 続きやっていきましょう。百鬼夜行動の鉱山の最下層、採掘場の最下層で不穏な動きが、何が起きてるのか調べましょう。行ってみましょう。監視カメラの写真データを解析しておいたぞ。早速見てみるとじよ。おお、もう、もうこれなの。なんじゃこりゃ。お化けがクリスタルの中に閉じ込められておるぞい。一体何のためにこんなことしてるんじゃ。見てみよう。待って、まったくテレサたちも働き者じゃわい。おそらくテレサを裏で操る黒幕がいるに違いない。君もそう思わんか。このクリスタルには何か特別な力があるということなのじゃが、どのような力なのかの。強くしたりできんのかな。あそこに映る影、本当だ、めっちゃでっかい影映ってる。君にも見覚えはないかの。そろそろ君も気づいたのではないか、やつの存在に。気づいてるよもちろん。こっち見んな。どうやらやつらはあそこから全部のクリスタルを運び出そうとしているようじゃ。一体何のためじゃ。嫌な予感がするぞい。キノピオ君の言ってた通り、テレサがたくさんいるの。テレサたちは一体何を企んでおるんじゃ。こんなもんですかね。監視カメラの写真じゃが、なんともやばい予感がするの。テレサたちは何のためにお化けをクリスタルに閉じ込めておるんじゃ。全くわからんわい。とにかくじゃ、写真に写っていたことが今もあそこで繰り広げられているのかもしれん。一体あの場所で何が行われているのか、すぐに調べに行くんじゃ。写真に写っていた場所は採掘場の最下層にある水晶の間のようじゃ。ほう、水晶の間とな。クリスタルってことだね。今すぐそこへ向かってくれ。それからなるイージ君、そこへ行く途中、わしが作ったテレポータルを見かけるじゃろ。テレポータルはわしの最高傑作の一つでな、空間を飛び越えてある場所とある場所を直接つなぐアンビリーバボーな装置じゃ。動作はキノピオ君で確認済みじゃからの、安心して使うがよい。ハッポー、そんなものがあるんですね。よし、じっくり探索しよう。これだよな。まあエレベーターでまず行くんだよね、多分ね。なんかめちゃくちゃ、あら。この子なんなの。また燃やしちゃおう。この子は、この金の子だけお金出るんだね。ごめんね、行ってくるよ。さてと、ここでいいのかな。こっちそういえば行けなかったよね。あ、お金取るの忘れた。ここ行けなかった場所、絶対何かあるはず。はい、発砲。なんだこれ。あ、これのことか。何これ、通り抜けフープ。おお、いけ。大丈夫そうだ。おお。ミッキーみたい。てかハロハロ、楽しんじゃって。大丈夫か。行こう。おお、吸える。待って、これじゃあでも、あ、これで向こうに持ってってだな、多分。こっちなんかないかな、大丈夫。よし、あ、なんか滑っててここのまんま。おう、でこれで溶かしてみたいな、そんな感じ。はい、オッケー。ふう、いさあ、これででもどこ行ったらいいんだ。びっくりした。どっから落ちた今。ここのスペシャルステージもう一回いけねえかな。あれ、ここじゃなかったっけ、スペシャルステージ。そう、あ、いけそういけそういけそう。絶対今度こそミスんねえぞ。頑張る、頑張ります。
ないの？嘘。ダメなの？しー。これちょっと待って、どこに行けばいいんだこれ。あ、こっち側か。さっきのとこか。さっきのとこあったのか。あ、ダメなんだね。ステージまたいちゃったらダメなんだ。知らなかった。こっちなんかあった？あ、本当だ。あったわ。見てなかった、全然。いけないでおじゃった。よし。さあ、まあよく見ながら行きましょうか。お、こっちにもあるぞ。これ一回滑ったら終わりじゃないこれ。めっちゃ怖い。あのさ、海でこういうとこあるんだよ。なんかあの海とあの港をつないでるとこに、な、船のとこなのかな。一回イエーイとかってこう言ったらさ、途中からめちゃめちゃもがついてて、もがついててさ、すごかったんだよ。危な、え、ちょっと待って、これなんかある。あ、なん、今見えた宝石。マジか、宝石が見えました。え、なんだこれ、くる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 、おお、なんこれは。どういうことだってばよ。ちょっとでも待って、今のもう一回やりたい。ここなんかあると、あ、なんだこれ、危ね、危な。何だったんだ今の。無言になっちゃうんだけど。ここもう一回行くと、なるほど。え、どうやって行ったらいいんだろう。ちょっとまず右から行ってみて。あ、なんかあるぞ。はあ、なるほど。で、あそこにもあると。鍵がありました。へい、鍵だけじゃなくって、あ、え、ダメじゃん。え、どうやって行くんだ。ん、ちょっと氷がひどくって行けないと。ちょっとこっちからまず行ってみて。あの、あ、わかった。あのくるくる回るとこをなんとか行けってことか。くるくる回るとこで入れるとこで、あ、ひどい。なんだよ、入れそうではあるな。なんかくるくる回って妨害されてるけど。ああ、これで、これでゆっくりにできるんだ、逆回転で。あ、いけた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 。いけた。イエーイ、取れました。宝石取ったぞ。イエーイ。よし、じゃあこっち行ってみよう。あ、これ扉だったんだ。お邪魔しまーす。ん？なんこれ。あ、金か。ブーン。ここ拾っとけ。で、ほうほうほう。なるほど。でよく取って、これも金だけ。でこれを溶かします。よし。怖い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 。で溶けた。おお、やるじゃん。もういいや、捕まっちゃう。よし、あ、まだいんの。あー、マジか。うん、よし、来た。ほい、ほんじゃ、うい、オッケー、よーし、
あ、ここにもあるね。イエーイ。あ、ここ待て、パタンパターンしないと。で、ここをちゃんと溶かす。おお、やっぱ出てきた。オッケー、昇降ルーム。ほら、おお、すごいすごいすごい、降りてる降りてる。ちょっと待った、こういうの見逃したくない。ありますか、他にも。ちょっと、え、あ、違うんか。今宝石持ってんのかと思ったら違うわただのクリスタルやった。え、ちょっと、え、もしかして全部逃した今の。はあ、まあ上にも上がれるんだな。今のちゃんとやればよかった。これ何ですか、うんなんだよくわからん。なるほど、よくわからん。うわ、どう、くる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 ーん。うわー、地下の裂け目。ふむ、あら、どうやっていくんだこれどうしたらいいんだ、なんだこれ。あそこに行かなきゃいけない。ん、地下は行けない。あこれはやってるね、わかりづら。なんだよ今の、やってんねえ。で、なにこれ。ああ、なんか上がってる。え、これが下がると、お、下に、おお、なんだなんだなんだ、なんか、なんこれ。ああ、危ない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 。おお、金が、まさか金が出てくると思わんかった。よし、なんだこれ。は、はい、あれテレサ出てないけどまだ。で、デイジ君聞こえるか、通信が途絶えそうじゃ。どうやら最下層に着いたな、水晶の間、その辺りのはずじゃ。気をつけるんじゃぞ。なんでしょうね、最下層行く。はははなんかちょっと覗いてみよう。あ、あらあらあら、テレサたちがめちゃくちゃいるやん閉じ込められたの。どっち、どっち加勢しよう。ここはなんだ。ほう、これは、おお、降りれるんだ。ほう、あら、こんなところに。こっちでも多分なんかゲットするんだろうな。ふむ、これがくるくる回る。なるほど、なんか岩採掘できたなんだこれ、岩が採掘できました。待って、これは、ん、
おお。いった。お、なんか岩を。はあ。なんじゃ。岩が向こうに行った。何かあるのかな。こっから岩が出てきた。はあはあはあ。あ、なるほどな。はあ。多分ここあれだね。これなんだこれ。ここにはあら鍵があると。めっちゃバカにしとる。おお、びっくりした。あれ、ちょっと、うわ、消えた。あ、よしよしよし、こいつは欲しい。はい、オッケーオッケーオッケー。はい、残念やったね。はい、オッケー、よし。で、ここで溶かすんだろうな、多分。これね、石炭みたいな、そんな感じ。ほんでほんでこれ、よしよしよし、そうそうだと思ったよ。で、こっちもこうしてと。これで開いた。なんだ、全然泣かないね、テレサたちが。おー、で、あそこかな。なるほど、くるくるすると何が起こるんですか。おお、なるほど。あ、で、木か、これか。これを燃やして、うん、ここじゃない、ここ。 Hello. ん、これをここで溶かす。ここ溶かせる。うん、あそこはまだ溶かせない。なんだこれ。はあ、なるほどなるほど。で、これで燃やしてあそこに投げる。うん、ポン、よし、いいですね、このゆっくりした謎解きが。ただテレサがいないのが嫌だよ。どうしてテレサいないんだ。いつもニャーニャーって言うんだけどな。いそうじゃね。あ、いってぇ。めっちゃ殴られた。ちょっと待って待って待って、もう、いやちょっときついな。2匹同時きつい、これ。よし、吸っちゃった。コインもらえないんだよな、これじゃ。いや、ここ終わっちゃうんじゃねえの、はい、ワンちゃん。テレサが見つかんないまま終わりそう、はい、だまー。このここのテレサじゃダメかな。さあ、笑いやがって。あ、逃げた。まさか強化版ってこと。大丈夫かな。怖っ。これは、ん、なんかあるぞ。
ケー、ウェーイ、いっぱい出てきた。なんだこれ、うわ、ダメ、なんか違う光になっちゃってるね。なんだ、おー、びっくりした。びっくり、おーおー、出てきたで。やば、どうやったらみんな出てくるのかな、それとももういいのかな。じゃあ、うわ、強っ、150だって。はい、ほらほらほら、まだまだ、うー、よし、しょぼ、出た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 、あ、いった、あれ、よし、こんやろ、まだまだ、はい、よし、ふう、強かった。イエロー、大丈夫かい、ルイージ君、そこは何が起きとるんじゃ、テーサいたか、なんとクリスタル、クリスタルを運んでいたじゃと、強力お化けになったのか、捕まえたお化けを持って帰れ、早く見たいぞルイージ君。うわ、テレサ見つかんないで終わった、マジかよ、ガーン、今まで全部見つけてたのに。ランクワン、たしに、うん、どこに隠れてたんだテレサ、多分絶対違うとこに隠れてたんだろうね、最近ももうずっと耳を澄ましてるのに、ウェーウェーって言ってないかどうかチェック漏れしてたかな、それとも悲しいぜ。ヒュー、戻ったな、ルイージ君、まずはオバキュームの中身を出してもらおうかな。はい、すごいのいっぱいいました、今日ほら。こんなにこんなにギリ、あのビリビリのやついたっけ、いっぱい全然覚えてないっていう、強化版ですね、強化版お化けがいっぱいいました。今回君がを捕まえてきたお化けたちのことじゃが、いつものやつとはかなり違っていたのではないかの、一体キャツラに何が起こったのか、そうか、あのクリスタルじゃ、あのクリスタルがお化けの力を強くしたに違いないから、恐ろしいことじゃ、しかもじゃ、ほとんどのクリスタルが持ち去られていることから考えると、これからどんどんストロングなお化けが現れそうな気がするわい。うん、この一連の出来事を裏で操るのは一体誰なのか、この先どうやってキャツラに立ち向かうのか、わしはこれからのことを考えてみることにしよう。たまには君も将来のことじっくり考えてみてはどうじゃ、ノールイージ君。いやー、テレサ見つかんなかった、ショック。メインラボに進め、次はメインラボに行く、メインラボなんてあったんだ。じゃちょっとお化けを見て終わりましょうか。どれどれ、スーパールブリー、クリスタルの影響で体表にひび割れのような模様が浮き出している、衝撃波はさらに強力になったぞ。スーパールブリーか、こいつも新しいよね、スーパールノーマ、鉱山クリスタルによって力を得たるノーマ、武器を手にされるととても危険だが性格は変わってないのだ。武器の避け方がマジでよく分かってないんだよな、これ一体何なんでしょうね。
はい、ということで今回はねここら辺で終わりにしたいと思います。次回はメインラボ行ってみたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。